バトラもこの戦いを逃げないわよ。あんたに勝つまでね。勝ち目がなくなってきたからって全て投げ出して逃げるなんて、そんな愚遂を許しはしない。彼だってそんなことを望んではいないわ。でしょ、後ろ宮バトラ。バトラ、しっかり、あなたはここにいるわよ。そして敵は目の前にいる。戦って勝つために。自分は後ろ宮バトラではない。バカなこと言ってんじゃないわ。あんたは他の誰でもない、後ろ宮バトラよ。誰が認めようと否定しようと、あなたがそれを信じなさい。あなたの世界はね、あなただけが作れるのよ。あなたが後ろ宮バトラである世界を失わないで。じゃあ俺は誰なんだよ。お袋の子じゃないんだぜ。俺はどこから生まれてきたんだよ。ええ、そうね。レアートが赤き真実で宣言したわ。だから私も宣言する。後ろ宮バトラは後ろ宮アスムの息子ではないわ。なれば我がゲームの対戦相手の資格はないでね。ベアトリーチェに復讐要求。後ろ宮バトラは後ろ宮金蔵の孫ではない。復讐拒否ね。ベアトが宣言した二つの赤き真実、バトラはアスムの息子ではない。金蔵の孫であるバトラにしか対戦相手の資格がない。これに矛盾せずにバトラに資格を認められるのは以下の仮説よ。これが私の青き真実。聞きなさい。ベアとの対戦相手の資格は金蔵の孫である後ろ宮バトラであって、アスムの息子であるか否かは問題ではない。すなわちあなたはアスムの息子でなくても金蔵の孫であることはできる。ルドルフの息子でさえあるならば。くだらない言葉遊びよね。青き真実有効よ、ベアト。赤き真実での反論は赤き真実で受けられないなら、バトラの対戦資格は何の問題もない。俺は誰なんだよ。しっかりなさい。あんたは後ろ宮バトラ。確かにアスムお母さんがあなたを産んだわけではないかもしれない。でもだから何？あなたにとって母親であることに何も変わりはないでしょ。例えばあなたにとって後ろ宮エンジェは何？血はつながってないかもしれないけど、それでも妹でしょ。血じゃないでしょ。絆でしょ。そりゃそうさ、エンジェは血がつながる妹だ。赤で言って、エンジェは妹だって言って。エンジェは俺の妹だ。事情でアスムお母さんがあなたの生みのお母さんじゃないかはわからない。でもあなたは今日まで、そして今でも母親だと信じてるでしょ。世の中にはね、母親家族さえいない人だって大勢いるのよ。アスムお母さんはあなたを寂しがらせたことがある？ないでしょ。あなたの平和だった家族を簡単に捨
ないで。あんたは6年も家族の元から離れてたから、家族の絆が希薄すぎるのよ。もっともっと家族の絆を強く感じて、思い出して、ハスムお母さんのためにも、こんなくだらない魔女の妄言で愛情を失わないで。そうさ、お袋はいつだって俺の味方だったんだ。ここはどこだ。くれよ、帰りてえよ。俺の家族は、みんなはどこなんだよ。お家であなたの妹が帰りを待ってるわ。せめてあなただけでも帰ってあげないと。彼女はいつまでも一人ぼっち。妹のためにも、どうか魔女のゲームに勝って。デンジ、俺の妹。でもよ、わからねえんだ。どうして俺はベアトと、こんなわけのわかんねえ残酷なゲームを永遠に繰り返さなきゃならねえんだ。もう嫌だ。なら早くこんなゲームに決着をつけてお家へ帰りなさい。後ろ宮バトラ、いつまでこんなところで遊んでいるの。妹が帰りを待ってるわよ。届いている。もう嫌でしょ。なら家族の元へ帰るためにも戦って、ベアトリーチェを打ち破って帰ってきて。嫌だ、もう魔女は嫌だ。ベアトも嫌だ。どいつもこいつも嫌だ。お前も嫌だ。お前だってどうせきっと魔女の仲間だ。いつまた裏切るかもわからない。何も信用できない。赤くない言葉は何も信用できない。俺に構うな、構うな。早く帰ってきて、お兄ちゃん。私を一人ぼっちにしないで。お兄ちゃんも誰も帰ってこない。寂しいよ。お願いだから早く帰ってきて。エンジェ、お前エンジェだったのか。そうよ、エンジェよ。誰も帰ってこない世界の後ろ宮エンジェ。私の家族は全てあの日の六軒島から帰ってこない。目の前のあの魔女が家族を全て、お兄ちゃんさえも奪い取ってしまった。お兄ちゃんだけがあいつをやっつけられる。あいつをやっつけて、そして家族を取り戻して、そして私のところに帰ってきて。ペアトラ、俺の家族。そうと逃げも隠れもせぬは、わらわが後宮エンジェから家族を奪った。バトラはわらわの玩具。その父親も母親も全て玩具。そなたには返さぬ。永遠に一人ぼっちで、帰らぬ家族の帰りを待って、
彷徨い続けるがいい。忘れていた。どうでもいい。早く手当てを。この手を一度離すんだ。エンジェ。サクリファイス。捨て駒のこと。戦略的展望のため。わざと損を承知で駒を見捨てること。
ちゃんは頑張って戦って、きっと私のところへ帰ってきてね。待ってるよ。ずっとお兄ちゃんをもっといっぱい手助けしてあげるつもりだったのに、何もできなかった。ごめんね。いいんだ、お前は俺に教えてくれたじゃねえか。どうして俺が勝たなくちゃならないか。そして俺が絶対に勝ってお前のところに帰ってやらなくちゃって。俺は何をこんなところでぼんやりと遊んでいたんだ。ああ、もうこんなところで遊んでなんかいないぞ。帰るからな、帰るからな。お土産持ってきっと帰るからな。約束する。いらないから、一つだけ約束して。なんだよ、何でも約束する。この手を今から離すね。痛かったでしょ。ぎゅっとしててごめんね。私は大丈夫だから。エンジ、ああ振り向いちゃダメ。